ハンプトンはアメリカ合衆国バージニア州南東部に位置する都市。バージニア州法の規定により、いずれの軍にも属さない独立市となっている。市はバージニア半島の南東端、ニューポートニューズの東に隣接し、ノーフォークとはハンプトンローズを隔てて対岸に立地しており、これらの都市と共にハンプトンローズ7都市の一つに数えられている。 人口は13万7436人で、ハンプトンローズ7都市の中では5番目、バージニア州全体では8番目に人口の多い都市である。ノーフォークを中心に、ハンプトンを含むハンプトンローズ都市圏は九市7郡に、またがり167万1683人の人口を抱えている。アメリカ合衆国でこのハンプトンという名前を持つ自治体では最も人口が多く、 最も古い都市の一つである。ハンプトンには、モンロートリで、ラングレー空軍基地、ナサ・ラングレー研究所、バージニア航空宇宙センターがあり、また幅広い事業や産業があって、小売り、住居地区、歴史史史跡及び長い海岸通りや海浜がある。1606年12月、一つの株式会社に講演された任務を帯びた男性と少年を運ぶ3隻の船がイングランドを離れた。 クリストファー・ニューポート船長に導かれたこの船体は大西洋を越えて北アメリカに渡った。異常に長い船旅の後で彼らはチェサピーク湾の入り口南の海岸で初めて上陸しそこをケープヘンリーと名付けた。最初の数日間の探検でオールドポイントコンフォートの場所を後にハンプトンローズと呼ばれる 水域入り口を守るための戦略的な場所と特定した。ハンプトンローズはエリザベス川、ランスモンド川及びバージニア州では最長のジェームズ川が集まってできている。数週間経った1607年5月14日、開拓者たちは湾からジェームズ川を内陸に約25マイル遡ったジェームズタウンに後にアメリカ合衆国となった土地では、 初めての高級的イギリス人開拓地を設立したオールドポイントコンフォート周辺の地域にはその後20年間にいくつかの防御施設が次々と作られることになった1610年ハンプトン川川口近くやや南の下校単独地域社会はバージニア総督トマス・ゲイツが指導する植民地人によって占領された 植民地人は自分たちのために小さな町を設立し、これが後にハンプトンと呼ばれるようになった。ハンプトンという名前は、バージニア会社のロンドン会社で重要な指導者である、第三大サウザンプトン伯爵ヘンリー・ライオセスリーに、ちなんだものであり、ハンプトン側、ハンプトン・ローズ、サウザンプトン軍、およびノーサンプトン軍もこの伯爵にちなんで名付けられた。 この地域は1619年,16年にエリザベスシティ、1634年にエリザベスリバーシャイアーの一部となり、1643年にエリザベスシティ軍ができた時に、それに含まれた。米英戦争の直後、アメリカ軍がオールドポイントコンフォートに、石造りのかなりしっかりした設備を建設し、これがアメリカ合衆国大統領、ジェームズ・モンローにちなんでモンロー取と呼ばれるように、 なった。この新しい施設と海峡を挟んで人工島に作られたカルフーントリデは1834年に完工した。モンロートリデとハンプトン及びその周辺地域は南北戦争の間に何度か重要な役割を果たした。バージニア州の大半はアメリカ連合国が支配していたが、モンロートリデは北軍の手にあり続けた。 コントラバンド政策や後の奴隷解放宣言によって元奴隷にとって初期の自由を得られる場所として歴史的にも象徴的な場所として著名になった。戦後元アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスがこの地域で収監されており後にそこをもとにケースメイト博物館として知られるようになっている。モンドを取り出の南にあったハンプトンの町は アメリカ独立戦争や南北戦争の間に焼かれてしまう風雲にあった。1861年に南軍が明け渡したハンプトンの廃墟にコントラバンドの奴隷たちがアメリカ合衆国では最初の自己完結型アフリカ系アメリカ人社会であるグランドコントラバンドキャンプを建設した。現在のハンプトン市内の通りの多くはこの時の地域社会で名付けられた名前を保持している。 ジェファーソントリデやグランドコントラバンドキャンプに逃げ場を求めたコントラバンドの大勢が教育に力を入れて有名な奴隷解放多くの木の場所にハンプトン大学を設立するなどの結果につながったアメリカ先住民下校単族居住地域であった当初の場所は現在のハンプトンドーズトランシット施設となっている場所の近くにあった今日のハンプトンの南には 長年が経ってから、下タン属とは関係なく下タンと名付けられ、法人化された小さな町があり、エリザベスシティ郡にも入っていたが、1927年にニューポートニューズ市に編入され、現在では市のイーストエンドの一部となっている。ハンプトンは長い間エリザベスシティ郡の町であったが、1908年3月30日に、郡とは別れて独立市となった。ただし、 軍庁所在地ではあり続け、軍と多くの機能を共有していた。1952年7月1日、各所での住民投票に基づいて、ハンプトン市フレボス町及びエリザベスシティ軍は、ハンプトンの名前で、単一の独立市としこれは20世紀の第3四半期で、ハンプトンローズ地域で、次々に起こった政治的統合として、最初のものになった。ハンプトンは、 北緯37度2分5秒成形76度21分36秒、北緯37.03472度成形76.36000度、37.03472-76.36000に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は136.2平方マイル、この内ち陸地は51.8平方マイル、 水面は84.4平方マイルで、水域率は61.99%である。ノーフォーク気候も参照。ハンプトンの気候は四季を通じて温暖であり、一年中古外での活動を楽しむことができる。ハンプトンの気候は斧で四季がある。夏は暑く湿気があるが夜は涼しい。年間平均気温は、下肢60度、年間平均降雪量は6インチ。 降水量は47インチである。1999年には計測できる雪は降らなかった。湿度の高い季節は春と夏であるが、降雨量は1年中ほぼ一定である。これまでの最高温度は1980年の下肢105度だった。過去最低温度は1985年1月21日の低、下肢3.0度だった。さらに、 ハンプトン市の位置は、主要な嵐の道筋に関しては特に恵まれており、高緯度で発生する嵐の道筋よりは南に、ハリケーンなど主要な熱帯性の嵐の通常、道筋からは北に位置している。都市圏人口については、ノーフォーク都市圏人口を参照のこと、以下にハンプトン市における1850年から2010年までの人口推移を表及びグラフで示す。 ハンプトンの日刊誌はデイリープレスである。他にポートフォリオウィークリー、ニュージャーナルガイド及びハンプトンローズビジネスジャーナルがある。ハンプトンには AM と FM 合わせて様々なラジオ局があり、ハンプトンとハンプトンローズ地域周辺に中継等がある。ハンプトンにはまたいくつかのテレビ局がある。 ハンプトンローズ登録テレビ視聴市場には712,790世帯があり、アメリカ合衆国で42番目の大きさである。主要全国ネットワークの地方系列局として、WTKR-TV、Waybee、Wabec-TV、WGNT、WTVZ、WVBT、及び WPXV がある。公共放送サービスの壺根は、ワロ t v 15チャンネルである。ハンプトンの住人は、ノースカロライナ州のアウターバンクスから発信している、フスキーや WGBS のような独立放送局からも受信可能である。ケーブルテレビとしては24時間ケーブルニュース、ネットワークである LNC5 を運営する、コックスケーブルがある。その他のケーブルテレビとしては、ディレクティービーや、ティッシュネットワークが人気がある。 ハンプトン市公共教育委員会が公共教育を運営している。私立学校には次のものがある。ハンプトン大学は私立の大学教育を提供している。トマス・ネルソンコミュニティカレッジはコミュニティカレッジとして機能している。トマス・ネルソンはハンプトンの北、近くのウィリアムズバーグに位置し、大学と職業訓練のプログラムを提供している。ニューポートニューズには 公立のクリストファー・ニューポート大学がある。その他近くにある公設大学としては、オールドドミニオン大学、ノーフォーク州立大学及び、ウィリアム・アンド・メアリー大学がある。バージニア航空宇宙センター、ラングレー空軍基地と NASA ・ラングレー研究所の公式案内所、ハンプトン・コロシアムでは、アメリカンバスケットボール・アソシエーションが活動した。1980年代から NWA、 WCW、WWE などがプロレス工業を行っている。ハンプトンは2つの空港が利用できる。ハンプトンローズ地域のための主要空港はノーフォーク国際空港であり、ハンプトンローズの対岸、ノーフォークにある。この地域で2番目の空港はニューポートニューズ・ウィリアムズバーグ国際空港であり、バージニア半島のニューポートニューズに位置している。両空港ともに、 ハンプトンローズ地域からの乗客のように供している。バージニア半島の主要空港は、ニューポートニューズ・ウィリアムズバーグ国際空港である。この空港は4年連続で2桁成長を果たしており、国内でも最も急速に成長している空港の一つである。2006年1月、乗降客数は1058,839人となった。ノーフォーク国際空港は、 チェサピーク湾近くにあり、ノーホーク市とバージニアビーチ市との試っ会にある、7つの航空会社が25の目的地に向けて直行便を運航している。ORF は3、703、664人の乗降客を運び、貨物68、778、934ポンドも運んだ。チェサピーク地域空港は一般的な航空業務を提供しており、 ハンプトンローズ港の対岸にある。ハンプトン市内やハンプトンローズ地域他の7市の交通は地域バス運行主体であるハンプトンローズトランシットが行っている。ブッカー T ワシントン歴史上の人物音楽家科学者、スポーツ選手その他ハンプトンは下記4つの都市と姉妹都市になっている。ありがとうございます。